これが選手の運動でございます。はい、人は信条、人信条じゃない、人原稿ですね。18章の1節から11節までお読みしましょう。249ページですね。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここで本創世主出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。フラウレルユデレは全ユダヤ人をローマから退所させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので、彼らの家に住み込んで、一緒に住むとさ。その職業は、テント作りであった。パウロは安息日ごとに、街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていた。しかし、手元がマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対して、メシアはイエスであると力強く明かしした。しかし、彼らは反抗し、口汚く罵ったので、パウロは彼の治療を見習っていった。あなたたちの血は、あなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後、私は異邦人の方へ行く。パウロは、そこを去り、神を崇める父をユドスという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて死を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、説得説は述べてた。あるようなこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここに留まって、人々に神の言葉を教えた。アーメン。アーメン。このところがね、話をしました。この言葉で生まれた大切なのは、十節。後半ですね。この町には多くの人が、私の民が大勢いるからだ。この一番のコリント、この言葉を言った時に神様から聞いた言葉、一番大切な言葉ですね。コリントへ行って、コリントに行ってですね、それで、その、コリントの町は、ちょっと問題の町だったわけですね。こんな町に救われる人が起きるか、疑問に思ったぐらいの町ですね。特に道徳的な、ちょっと地に落ちてた。伝道してるとね、イエス様を伝えて、神様を信じる、そして誇るようにと。そういうふうに、祈って、それでしばらく、伝道集会というか、
足を伸ばしたい。そうするとね、救われる人たちはどういうところから持ってくるかって言ったら、普通の考えはね、なんか立派な人が住んでる、あんまり問題はないような町、あんまり問題がないような地域というか、そういう場所でイエスの話をしたほうがね、救われる人が起こるであろうと思う。それでその反対のね、非常にこのイエス様の教えを皆さんに知らせたってね、しょうがねえと、全然空気がないと、もうそんなもう町あるいは田舎でもいいですけどね、聞く気のないような人たちがいっぱいおると。そんなところでイエスさんの話したからって、無駄やろと。ところがそういう場所の方がね、かえって救われる人が多くの多く起こると。そういうようなところがあるんですね。日本の場合はキリスト教が盛んになったと、何回もそういうリバイバルと言いますけどね、キリスト教の信者さんがどんどん増えてくるという、そういう時はリバイバルと言うんですけど、それはどんな時にそのようなことが起こったか、まずキリスト教は戦国時代にね、西洋から入ってきましたね。それから明治の初めか、それから法日のリバイバルという、そういう時代に100年くらいね。もう一つ言ったら戦後ですね、キリスト教が増えたというか、増え始めたというか、4回くらいあるのかな、みんなが救いを求めてるというね、そういうとこですね。それで、それはまあ外国から伝えられる、そこから始まってますからね、まあ、いわゆるなんていうかな、一切外国のものを入れてはいかん、そういうような時代になったらね、もうそれはどうしようもないですよね。一説によりますとね、聖徳太子ぐらいの時代にもキリスト教が入ってきたと言われてますね。聖徳太子時代はね、馬宿の王とか言われて、
で、その男たちがどこで生まれたのか、ママ屋で生まれたって。なんかイエス様と同じね。そんなことあったんですよ。で、その一番発足し、一番最初にキリスト教の日本に入ってきたのは景況というね、時代でね、景気の景で教える景況で、あの隣の死なない中国大陸でね、キリスト教が入ってきたのは、サイが入ってきたのは、ショート答えしてもちょっと前やな、なんと中国にものすごく広がったと。それで景況流行の日というか、そんな記念日が立っている。でそれはキリスト教の中でもちょっと変わったキリスト教ですけどね、昔日本はね、中国へ勉強に行ったな、お坊さんがね、一番最初は弘法大師とか最澄とかね、日本の仏教の元なんですね、開始なる人がね、中国へ勉強に行ったと。でその時代、今から1500年ほど前か、飛鳥時代とか奈良時代とかね、その時代で言われて、その時代に中国に行ったら、これは仏教です、これはキリスト教です、これは儒教です、なんでなんだ、区別がつけへんとか、ね、そんなところで、学んできたと。現地にある文明文化の先進地域ですからね、もう一生懸命勉強したわけです。で全然もう仏教も何もごちゃまぜにして学んだというか、それでまあ仏教を日本に広めたことになるんだけども、果たしてその区別がついたんだろうかというね、キリスト教も仏教もあるいは儒教もですね、ごちゃまで、ね、それ違いは分かりますね。もう僕も親になんかそんな考えるのめんどくさいから、誰もこれも同じやっていうそんな感じで受け入れたと。で、私の親父はね、前から何でも言うてますけど、ね、なんで耳が聞こえないっていうね、だから自分のこう勝手な解釈がそのまま親の父親の頭の中でそのまま土着したという、そのまま受け入れられてしまって、ずっとそのまま見たまま、一生終わった時代はちゃんとすれば、戦争前の日本に成長の家か、谷口正さん合衆と思いますね、考えが結構流行っていってよかったな。それは
伝え例えで、いわゆるの富士山で山に登ったら、富士山は日本一の山、日本で一番高い山。登り口はいろいろあるね。北から登る、登り口は南から登る、登るんです。西から登る、てっぺんに登るんです。西から登ることもその反対の東からも登れると。登り口はいろいろあるんだけども、結局てっぺんまで上がってみたら同じお月さん見る。明けの森ふもとの道は多けれど、同じ高嶺の月を見るかなというね、有名な歌もあるな。でも大体そういう発想好きな人が多いじゃん。もうあれもう考えたいけど、考えるのめんどくさいから、一生懸命して。だけど、キリスト教はそんな宗教じゃないですよ。ね、明け昇る麓の道いっぱいあるけど、東から西から山へ、どこの山でも同じですよ。この辺だったら、この辺で言えばあるんだ、高見倉がそうやな。高見倉、埴輪富士だるいよ。あの仕方の向こうに埴輪富士って通称言うじゃん。ハリマオって言うたら、一つだけだったと思ったら、ね、いっぱいあるよ。ハリマ地方には。もうハリマ地方から、よその地方になったら、ハリマなんか使わへんからね。ハリマ風、ハリマ風なんて言いようがないけど、なんと北の方の代表的な、笠間大山ああいう山が、あのあれは、そのまま埴輪富士と言われて、いやもう一つか二つかあるわ。なんか何々富士、何々富士って富士山があるとまあ勝手に呼び寄る、ね、それはいや富士山は、まあ、なんだ、あの何言ったら幹よりもうちょっとの宝塚なのか、5年前だな、なんか言ったら有馬富士かな、有馬なんかその辺の富士があるわな。それからあの何四国へだったらね、サヌキ富士だわ、ね、サヌキ富士ね、いや、それはまだ富士山の格好してるんだよ。ね、たぬき富士。たぬき富士なんかたぬき富士してるんだけど、富士、見事な格好だけや。ちょっと本物の富士山から考えたらね、ちょっと低いですけどね。あるわな。その佐野国の方のコンピラさん、お嫁さんがあるわ、コンピラさん、ね、コンピラさんってどんなとこかなと思って一遍に行ったことあるわ。それで途中まで登ってしんどくなったから、親みたいな、また遊び半分で行ったからね、お話になってて、で、どっちで帰ろうと思って、ちょっと行ったら、ちょっと、いや、休むところなんで、なんか、せいがあったから、うん、で、その休む場所のところに、なんか、知らせが置いてある、ね、で、なんかなと思ったら、キリスト教の宗教があの案内の書いてあると、それは 何か言うと、
無教会派かな、ね、内村鑑三のね、流れを組んでる、原始福音というね、集会の案内があった、ね。その原始福音で聞いたことね、原始に至って元の始まりと書くんですけどね。阿蘇山のふもと、そのところをやり始めると名前なんだっけ、おじいちゃんもう亡くなったな、だいぶ前に亡くなったな、結構そういうのは流行ったですね。そういう、そういう原始福音の教えなのは、それまあ内村鑑三の派の流れ込んでるから、原始福音の場合は何も何でもかんでも同じやっていう、元は同じやと、ただ入り口玄関先もいっぱいあってね、到達するところは同じやっていう発想じゃないんだけどね。まあそういうのを教えも言う。まあガチャガチャガチャだって言うて、いろいろ教えがあるからね。もうめんどくさい。ひとまとめにしちゃおうって。それの方が分かりやすいって言って。結局なんだかんだ言っても同じや、基本的には同じやという風に言ってくれる人の方がね、日本人は受けるな、好きやね。だけどそれも違いますよ、そんなこと反応はありませんからね。入り口が違えばね、その山ならいいよ、だけども道やんだ、もう方向行く方向が違えばね、全然違うからね。だって西の方に行ったら同じ2号線でも西の方だとどうしようね。2号線でも途中で真ん中に1号線になるけども、まあちょうど2号線で通るから行ったら1号線で東海道行くと東京や、反対同じ道、それでも方角は違えばね、行くとこ違いますかな。そうでしょ、同じはずね、同じはずがあるんだよな。こっち行ったら危険ですよ言って通り道あるやん、山の中の道なんか危険やん。でもそれ書いてあるから、それ言ったら確かにその崖の下に落ちるって。だから、だけど、そうでない道はね、危なくなる。だから、みんな危険じゃな、であるわけじゃないけど、危険な場合はね、みんなそういう注意してくれてるわ。だから、行く道でね、危険な道、それからね、行っても大丈夫な道、違いもあるでしょ。同じ月を見るから、同じ月を見るから判断ないですよ、ということね。まあ、そういうことでね、一生ごとにせんといてね。キリスト教も仏教も同じ、片っぽは神様言うし、片っぽは仏さん言うし、そういう違いがあるんじゃろう。それは違いです。そういう意味で名前、名称は違うかしらね。
目指すところは同じや、目指すところは全く違いますよね。わかりますか。そういう砂、ごまかされないようにね、しましょうね。いやいや、いつも言われて、まあ、ここに書いてある話してんのな、ちょっと精神違う話してんちゃいますか。それで違うこと書かれて、もう時間です、終わりですよ。何を言ったか分からないような話になってしまった言ったらね、まだ怒られますからね。もう神様に怒られますから、うん、俺は偉い神様お手ですから、お神さんというね。そういう人のお手ですからね。冗談で言いましたけども、まあね、しっかり、まあ、注意してくれる人はね、大切ですから、注意でね、心に傾けて、こう、そういう言葉ね、いつも、無視でね、合ってるからね、うん、まあ、この場所、コリントというところで、パウロはユダヤ人に対して、まあ、特に五節がありますね。五節の後半、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く明かしたでしょ。これはユダヤ人がこういうキリストメシアはキリスト同じことです。メシアっていうのはヘブライ語ね。でキリストというのはギリシャ語だから、イエスキリストって言うでしょ。でイエスキリストを言ったらキリストってのは名字や、イエス様は名前か、そのような言葉や。そうじゃないんだけど、キリストというのは、いわゆる言えば、尊称ですから、尊称。わかります？尊称って。尊称って、先生、あるいは、ここが足で市長というのは尊称や。それで、タコ回しの今市長だもん、誰だったっけ、ね、だってこの間その辺に当たったの、その辺に立ってた。そこの、市長選挙ね、そこに立つ、そこに帰るね、そこの道に、あ、おってやね、師匠さんがおったで、その前はなんかに出てやったな、加工の師匠、なんだっけ、名前は名字はなんだっけ、カーコマーシの人たち、皆さん知りません？カーコマーシの人知ってるでしょ？今？うん、今。今？うん。今岡田さん。あ、岡田さんな。うん、岡田市長がそこに立つんです。それで、これもうすぐまた衆議院選挙。あるかな、今年ある予定、
今年は衆院選挙もう4年になるからね、満期や。4年に1票は絶対しないからね。だからもう衆議院選挙しないと。別にその衆議院選挙がね、誰が立たれるんだなって。ね、たまた。だってあれはなんだな、衆議院選挙にずっと出て立候補しててね、受からなかったけど、その名前で名前を打ってて、市長の選挙になったらね、立候補すると、ちょっと一発当選すると、あんまりやったなというね、そういうのも、選挙の、ね、作戦。立候補して当選する作戦っていうのは、まあ、ありますけどね、うん、それでいろいろ手が働かれて、そういうことで、まあ、イエス様はそんな目の見せがある。イエス様はいわゆるイエス様の時代はね、妙なもありへんからね。名字って普通の人はない、名前だけ、ね、今の日本人に名字のない人はそれだけおってね、日本広しという名字のある人、天皇陛下は名字があれ、あれあら特別や。だって天皇陛下は、ね、名字なんて言うんですかね。なるほど、持つ人はあれ。そういう人、特別な人はないと思ってですけどね。まあ、普通の人は名字がありますわな。だいたい親の名字をね、もらいますわな。それで、その話もまたやるとか言って、またね、言いたくなることをぐっとこらえられて、妙に話して、で、珍しい、結果が妙の話で、いつも NHK でやるから、面白い名前あるなと思って、それはどういうこと？イエス様。という名字だけじゃない、名字じゃない、名前しかない。で、それで、じゃあ他の人と区別するのというのはね、ナダレのイエスというね、言い方された。あるいはヨーセフの一個イエス。おやすさんの親父の名前。あるいは小規模、大育の子ヨセフとかね。で、大育のイエス。そういう意味、区別するだね。それ使われたな。で、まあ、今イエス様を信ずる、尊敬する人はね、特別にイエス・キリストというふうに呼ぶように言うんだとね。で、今言ったように繰り返しますけど、メシアというのはキリスト、あのギリシャ語でメシアはヘブレ語だ、ね。で、ギリシャ語はキリストね、そうなってる。それでユダヤ人は特にメシアの来られるということをずっと言われた。それでイエスの子供メシアであるということをね、その通り非常に噂されて、パウロさんはね、特に自分の使命です、ね、イエス様はメシアで、特に最後の使命を置いたわけですね。それでイエス様は十字架に疲れましたけれども、深さだということね、それを伝えるという、ね、使命を感じたわけでね。
すでにユダヤ人に対してはメシアであるイエスはね。けどギリシャ人にはねちょっとそういうふうな言い方ではちょっと難しい。ギリシャ人というのはねその当時ね聖書はあんまり知らない。で、メシアというのは来られるとあんまり噂されなかった。だからギリシャ人にはちょっと言い方変えないわけ。まあ、人を見て法を解けという言葉だがありますね。人を見て法を解け。分からず人を見て法を解け。人を見て、あ、こんな話したってこの人には分かってもらえるだろうかというねこと考えてもらえるとね、馬の耳に念仏かということが馬の耳牛より馬やな、馬の耳に念仏かで豚に信じかということはな、豚に信じる、わかる？豚あまり豚豚って豚豚やな、私のこと豚言ったりそれで被害妄想でお手がですからね、あんまりね、意外言わないけど真珠を言ったらね首に下げてね、きれいにするため真珠それぞってで、それは普通の女の人はね、する人持ってる、きれい、まあきれい子供は人なんて人持ってるな。で、豚に真珠って、豚が真珠したからってきれいなはずよね。いや、そんなの豚には、豚の人はね、豚の人で失礼、豚には本当の豚ね、豚はそんな、そんな真珠も何もいいとは思えへんわけや。そんなことわからへんわけや。ね、それより早とこ飯食わしてくれというね、感じの方がね、関心を持ってるのはね、もう食べ物の関心がね、あれは、馬ね、馬。馬に念仏、ね、豚に死んで馬に念仏って言わなかったいや自分の言うたことを今まで何言ったか忘れてしまった。そういうとこあるね。ちょっと忘却現象みたいなことをしたの、ね、認知症が始まった。申し訳ないな、もうやめないかなと、ね、まあ、馬の耳に念仏かということはあるでしょ。念仏を何もありがたい、念仏がありがたいか、ありがたかったってね、お前には通じないわけでしょ。何言ってんだ、お前ありがたい、お前だから、だけどな、相手を人を見てね、頬を解けっていうね、ということは、まあ、説明しようってな。だからこの人にこんな話をして一体分かってもらえるだろうかね、よく考えて物を言いなさいっていうねことね。だいたいさ、そんなもんキリストのイエス様のことのうちの人に話してもね、バーチないのよ、なんでこんな話したって難しい、難しいっていうとこ聞く気のない、受け入れてもらえる可能性がない人がほとんどでしょ。日本には多くの無神論、無神論っていうか、もう関心がない。それよりもお金の話をしてるっていう、
去年の、いや、この間、僕の弟が、弟にちょっと脅かないかと思って会いに行ったんです。そしたらその嫁さんの人がね、話するのにお金の話ばっかりするね。ね、お金の話ばっかり。もう、お金しか関心がない。そういう人を追ってでしょ。なんだかんだ言うとお金。儲かったとか儲からへんとか、あれが、ね、なんぼしたとか、これがなんぼしたとか、ね、今度は大きな家建てたとか、ものすごくお金かかったとかね、そんな話する人もおってんじゃないですか。けどキリスト教での話ね、そんな話はやっぱりせんほうがいいわな。だってもう僕の弟はね、もう本当に言いますとね、もう死にそうなんだよ。なんとか助かれへんかなと思って、でもうとにかく祈りましょうって祈ってきた時ね、もう体もう歩けない、ちゃんと歩けない、ね、もう本当かわいそうだと思う。だからその死ぬ前になんとかねイエス様を知ってほしい。その話 してるんだけど、嫁さんの話聞く話、あれお金の話ばっかり、ね、だけどね、人間ね、死んではね、お金も置いていかれへん、ね、こんなに置いていかれへん。葬式の時はね、葬式の時には機動線三途の川を渡るのにちょっと気づきお金がいる。それで葬式の時には僕らのところよ、なんとか草履か、草履よりも昔の昔の草履だったっけ。わらじ、わらじ、わらじのね、わけに、寛永通報っていうと、江戸時代のね、一毛伝が、今なんかあるんですよ。一毛伝か二毛伝かというお金をちょっとね、置いて、それで行くというね。それなすんですけど、三つの川を渡るときは同級で渡るのにお金がいるということで、三つの川を渡らないと雨に行けないというから、それで、まだそんな失敗あるんだから、いや、そういうねことをやってた、昔はやったという、そういう習慣を知ってますから。でも今でもあるんじゃないかな、そんな習慣が。あるいはそういう実際お金なくて、今なんだかな、実際のお金じゃなくて絵に描いたお金っていうの、確か死体をね、ごっこにね、棺桶なんか入れるというか、それはやるときありますから、そんだけぐらいお金は必要だということで、家計式的にはやってるけどね、なぜだ、もうすでになくなるかもしれない人の場合なんかないんだよ。お金の話したってしょうがないじゃないかと思うね。だってはなんか怖かったか、死ぬ前にね、天国行けるか地獄行くかね、
そういうことを関心持ってちょっと解いてみたらどうかって、ちょっと死んでから後にね、まあ、ええとこ行けるかどうかという話の方がね、大事だと思うんだけどね、なんせやんだ、ね、まだそんなこの知らない生きてる人の、しかも若い人が考える発想はね、お金の問題や。そう、確かにお金がなかったらね、首がないのと同じ言われたらね、首がないのと同じ、わかる？首がないのと同じ、お金がないのはね、ということはあるようにね、まあこの世においてはね、まあ、都会生活は特にね、お金がなかったらね、大変ですよ、ね、何をするのにもお金がいるわ。都会の生活よ、田舎の生活は別にお金がなく立てていくと、そんなにね、そらそら、まあ、いや昔はよ、今はさ、田舎でも、ね、お金がなかったらそっちの生活するようになるけどね、そういうことでね、人間が死んでいく、死んで終わりかって、それで終わりじゃないんですよ。普通の人はね、死んだら何でもこの世に置いていかなかったら、あの世には何も通用するものがない、あれなんかあれへんと思ってさ、あの世というのはあるんですよ、その通り、そずっと続くんです、ね、だからそのことはね、少なくとも信じてる人はね、考えないとね、あの世に行って本当に神様に出会えるのかどうかね、あるいはエンマさんに出会うのかどうか、ひたすらエンマさんに出会って、ね、あるいは本人に出会うなんとか言ってね、地獄のあれね、いや、死ぬ気力あるでしょ、そういうことでね、それで死はどうなるんだろう、死はね、何も終わりじゃないんですよ、死んでから後にまた始まるんですよ、死後の世界は。この世においてね、どのように生きていったかということが必ず問われる。さらにあれ、普通の人はね、生きてる時ええことをしたとか悪いことをしたとか、たまに悪いことをした人は本当に地獄か、ええことをした人は天国かという地獄の極楽を言うやつで、そのぐらいの発想ですかね。だけどね、ええことをした人なんかね、ほとんどいない。それはもうよく考えたら、みんな問題の行動を起こしてるんですよ、ね、そう思うとね、私たちの罪すべてを背負って死んでくださったイエス様が言う方がおられないとね、みんなね、天国の極楽なんて行けないんだということをね、よくそれを知ってほしい、ね、で、誠の神様はね、私たちがね、イエス様を信じて、そして天国行けるようにね、道を開いてくださってるんですからね、イエス様を信じましょう、ね、で関係の話はもう昔しちゃったから、この
話をしたんでしょうか。まあ、いつもとその話をから。でいつも思うんだよね。パッと今日の話をきちんと整理して話してくださいということだったらね、この漫画のないなぁと思うんだけどね、今日これも漫画もちゃんとまとまったのかなということになったら難しいんだけどね、これってのはマジでいいって恐れるな、黙れ恐れるな、語りつく黙っているな、イエス様のことを伝えなさいって言われた、その使命の時から使命を全うしたと、その使命に生きたということですよね。それでパウロさん、ユダヤ人に対してはイエス様がキリストで、でギリシャ人にはまた一から話を分かりやすく説明しないといけないところがあるんですよね。ギリシャ人にはね、哲学というのは、あるいは知識というのは豊富であるという、だからちょっと考え方が変えない、文明文化の発祥のギリシャだったら、同じ話でもね、分かるように話してもね、それでそれをまとめ抜くわけや、とにかくこの語りつかないと、でコリントの大人たちはパウロのことを聞いて、それで宣伝まで受けた、イエス様の教えを聞く気のある人たちが、イエス様は異性人だけではなくてですね、全世界の人たちが救われるよう一応大丈夫だと、そういうことなんですけど、結局このコリントにおいてはね、肝心のユダヤ人がイエス様を死んで、発想はね、立法によって救われる、正しい行いや、立法法律や、立法の反対、立法って分かりやすいなんですか、法律って法律、その法律を法を下げる、立法って言ったら立法主義だから、あれしたいかこれしたいかこれしたいかっていうね、いうことが立法ですよね。それはそのまま日本の法律がなってるのは立法とは言わんけど、法律という、それでそれを守らないと罪を犯したってなるわな。でそういう基本的なね、人間の歩むべき道がね、
説いてるわけ、伝統使われてるわけですよ、律法にはね。それでその律法というものを守るという、そのことばっかりに注意が入ってしまって、肝心のね、神様を信じるとか愛するとかいう、人を愛するとかいうことがね、まあ、二の次にあって、表面的、あるいはその表、表面的というか、言葉の立法という言葉が書いてあるけど、その表面だけを理解して、その心までを理解しない、その立法の心は愛なんですよということをイエス様は言われたんだけどね、何のこっちゃ分からへんわけや。イエス様はその完全の精神を、心をね、解かれたわけですよ。だけど、ユダヤ人はね、表面の悪いことを生活する、立法の書いてある、いろいろな決まり、ね、その表面的な理解をそのまましか考えなかったというところでね、ついにイエス様を、なんと、ね、十字架に作ってしまったという。とんでもないことがあったわけや。言ってもやったらいかんことでしょうですよ。で、イエス様が説かれたのは何か、信仰や。それで問題は、精神にも言われたわけや。で、多くの人たちがその心まで理解しなかった。ね。だから、それでとんでもないことをすると。何をやるときでもね、何をやるにしてもね、そういう人間を持っている表面的な行動だけを、法律というのはね、行動だけを問題にするんですよ。だけど立法はね、この心を問題するんだよ。その辺のところはね、分からない。もう何にも考えない。非正だよ。時間やな。天のことは終わりしません。天のことは、僕に話を見つけてしまいましたけども、多くの人たちは表面的な理解のことで、その心の中までを見通して、神様の思いとか信仰の基本とか、そういう考え方、大切な部分は問題にしないで、結局それとは正しい行いをしたのかどうかという表面的なことが言ってたりして、僕の人たちが間違った行動を迷ったままで、当時の人たちは、イエス様、パウロさんの教えを理解することができなかったと、そういうことで、パウロさんの教えを排除して、理解しなかったということで、残念なことで、それはパウロさんが、なかなか、パウロさんの教えを皆受け入れなかった。だけどもその中でも、コリントの人たちは一部の人ですけども、イエス様を信じて、そして、作り変えられて、そして教会も大きくなってきました。長い間コリントがどうなって、半年間コリントがどうなって、パウロさんはイエス様のことを伝えました。とか、忍耐を持って私たちも、イエス様、こういうの、僕の人が受けてもらえるように取り組みたいと思います。イエス様、助けてください。この無事に感謝し、イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。